はい、怪我してる選手に、まあ、試合中にどんなアドバイスをすればいいのかっていうのが、まあ、最近ちょっと、まあ、他の指導者の人からちょっと相談されたんですけど、怪我してる選手、まず、まあ、1個ね、過去の例を言うと、まあ、僕が直接聞いたわけでもないんですけど、昔その強豪校 の、まあ、その監督してた人が、選手が、まあ、試合の申し込みしてから骨折しましたと。そうで、あのもう申し込みしちゃったから、あの申し込みを変えることができないから、まあ、骨折した状態で、まあ、その選手は出るわけですよ。で、右利きだったから左手を骨折して、まあ、なんとかスイングぐらいはできるけど、でもギプスはめてるから、まあ、まともにはプレーできないですよね、やっぱりね。うん、で、その選手が結局なんかその、まあ、怪我してて、まあ、不十分なパフォーマンスしか出せないから、まあ、やっぱり途中ちょっとね、まあ、諦めが入ったようなプレーもね、やっぱするわけなんですよね。で、その試合が終わって負けて、で、その後になんか部員全員を集合させて、その監督がぶち切れたらしいんですよ。で、そのぶち切れたのが、骨折したら骨折したで、骨折した状態で勝つ方法を考えるんだよっていう感じで、ぶち切れたらしくて、で、他の部員はその先生が言ったことに対して、まあ、そうだよなって感じで、表面上はうなずくんですけど、まあ、内心は、いやいや、無理でしょみたいな感じと、まあ、思ってたらしいんですよね。うん。で、まあ、こういうことがあって、で、これがなんだろうな、で、これが理不尽な発言とかっていうことじゃないと思ってて、指導者的には、怪我してるから、負けていいよとは言えないんですよね。怪我してるから、負けていいよなんて言ったら、余計に選手のモチベーションが下がるんで、そこをやっぱり、怪我した状態でも、ベストを尽くすとか、自分ができることをしろよみたいな感じのことをやっぱ言っとかないと、その指導者的な考えとしては、選手のモチベーションを下げるのは一番いけないことなんで、なんかその、選手の勝ちに対する意欲を削ぐような発言とか、そういうのが一番まずいと思うんで、だからなんかこの先生が言った、骨折しても勝つ方法を考えるよっていうのは、まあその言葉的には、まあ受け取り手の受け取り方次第かなと思うんですけど、ただ、先生が言ってることは、まあ本質的には、間違ってないと思うんですよ。いや、間違ってないと思うよ。だって、自分が怪我して試合に出てて、で、コーチとか監督に、怪我してるから、まあ別にね、負けてもいいよっていうことを言われたら逆にやる気なくしませんか。それよりは、怪我してる状態でもできることがあるはずだから、頑張れよ、みたいなことを言ってくれた方が、まあ僕だったら、頑張ろうって思うかなっていう、まあ感じなんで、だから怪我してる時のアドバイスとしては、怪我してる状態でできることをしろとか、まあそんな感じの言葉になるんじゃないかなと思ってます。はい。で、僕はまあ、選手が、昔怪我してる時とかに言ってたのは、怪我してる状態で、まあ、例えば、試合が結構競ってると、怪我してる状態でこんだけできるんだから、いけるんじゃない的なことを言ったりとか、怪我した状態で、なんか、ふてくされたプレーをして、負けて帰ってきた選手に対しては、調子がいい時は、何やっても、できると。ただやっぱり、実際の試合の時に調子が悪い状態で試合をしなくちゃいけないこともあるから、調子が悪い時にどうするか、調子が悪い時に勝つ方法を、考える方が本当は大事だっていう。だから、まあ、調子が悪い時は調子が悪い時で、あ、自分が調子悪いとこんな感じになるんだっていう、まあ、一種の経験で、調子が悪い時は、どうしたらいいのかっていう、ある意味で一つの、練習になるかなっていうふうに、考えるといいよ、的なことを、まあ、僕は昔言ってましたね。はい。こんな感じなんで、だから、まあ、まあ、調子が悪い時にどうするかっていうことを、まあ、試合の時でもそうだけど、練習中も常にね、まあ、考えておくっていうことが、大事かなと思ってます。なんで質問回答に戻ると、怪我してる時に対する選手へのアドバイスは、怪我してる状態でも、なんとか、勝てる方法、自分のベストを尽くせる方法を考えよう、みたいな感じのことを言っとけばいいんじゃないかなと。
思います。では。